ゼルドリス、許せよ、こんな兄貴を。イシメヨマ、死骸、エニワ、コタ、ガラカチ、ワ、ナトレ。おっか、もうバラを決めた。俺は真の力を解放するぜ。そうなればおそらく魔人軍は愚か、ブリタニアそのものを地図から消し飛ばしかねねえ。そう、すべてはこのホーク様のカタロースにかかってると言っても過言じゃねえのさ。その時はオッカーが俺を止めて、マーリンがみんなに作ってくれた衣装、すっごく動きやすいよ。オイラはそんなにすごい服作れないもの。キングが作ってくれた服はもちろん大切に取ってあるよ。僕の宝物だもん。ディアンヌ、オイラは約束する。今度こそ何があっても君を守り抜くよ。キング。そして、その、全部が済んだら。ね。ディアンヌ、オイラと何？だから、その、ほら。これから魔人族との一戦が始まろうという時にイチャつくなど。エスカナール、いたの？私のいた場所にあなた方が来たまでのこと。いや、先にいたのは。エスカノール、何をイラついているのだ？その声、マーリンさん。ヒッピーン、ヒギ、ボイスミミクリー。コーセル？グレードアップで再登場。なあねえねえ、ガランに敗戦した後、私がこの戦いにはアーサーとネーネーの覚醒が不可欠と言ったこと覚えているか？ええ、アーサー様のことは本当に残念だわ。ネーネーについては本心ではなかった。ネーネーが本来の力に覚醒するということは呪いの発動を意味していたからだ。マーリン、しかしこうなった以上はネーネーの力を頼りにしている。必ず生き延びてくれ。ありがとう。